はう。どうしたんですか、先輩。辛そうですね。いやなに、年齢とともにディックの立ちが悪くなってきてな。妻との関係はギスギスするし、風俗でも恥をかくし、男としての自信をすっかりなくしてしまっているんだ。正直、とても苦しいよ。なんだ、そうだったんですね。だったらこれ、試してみませんか。ズンズズンジュー。ほう、精力剤か。古来より精獣として知られるズンダモンの陰茎、睾丸、油性管を15時間かけて黒焼きにし、その粉末を200ナノグラム配合。男の自信が根元から先端までズンズンにみなぎる一本です。危険ですので、一度に2本以上は絶対に飲まないでください。マジで危険です。うん、確かにこれはすごそうだ。一本いただくよ。ごくもく、ごくもく。うおお、なんだこのディックのたけり狂った様は。先端が腹をタップしているじゃないか。こんなにバキバキに勃起したのは30年ぶりだ。あう、感動で涙が溢れてくるぜ。長い間忘れていた男としての自信がよみがえったよ。よかったですね、先輩。本当にありがとう、竹博。よかったら2本目をどうぞ。2本くれるのか、無料なのか。ズンダチャンス。いやっほ、ごくごくごく。うおお、なんか来る、なんか来るぞ。体験したことのない何かが来るぞ。ぐおお、なんだこいつらは。やめろ、おい、やめてくれ。ズンズズンジュー。